はい、こんにちは、まめと申します。猫座敷実況プレイですね。なんですが、まめですね、今積んじゃって、皆様のお力添えが必要なんですよ。うん。そうなんだよ。わかんないんですよね。スプリンクラーのレバーの装置を一応全部はめたんだけど、あとこれだけね、錆びているせいでレバーが動かないってなるんですよ。で、全部屋を一応錆び取りとかがあるかなと思って調べたんですけど、特に何もなかったんだよなぁ。ということで、何か知っている方がいらっしゃればヒントをください。で、ちょっと気づいたんだけど、このこれちょっと色が違うじゃないですか。床は、スーってなってるんだよ。気づいちゃった。はい。ここももういけない。で、あとですね。気になるのが、ここ。これだ。これの先に進んだところの、ちょっと進むところまでカットしようかな。はい、着きました。ここですね。ここの、絆の証を得るには、幸運の鍵を二つ合わせて幸せを得よう、ってあるんですけど、この鍵がかかっている。この鍵がわかんないので、知ってる方いらっしゃれば、ヒントをお願いします。多分この双葉の鍵じゃないかな。これと、あと、玄関の鍵しか、あと使ってないのがないんですよね。なので、うん。これか。玄関の鍵。と、あとこれ。うん。なので、わかんないこれが。このまま、ちなみに、このまま、外に出たらどうなるかちょっとやってみたいと思います。一番いいエンドを見たいんだけど、そのエンドの見方がわかんないのでね。うん。誰かヒントをください。自力でやりたかったんだけど、あー、ナオトが、大猫の毛が絡まっちまったぜ。じゃあ倍速で、大猫の毛を取りに行きたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい。じゃあ出ちゃうよ。外に。わしもう出ちゃうからね。よし。はい。脱出する？何？やり残したことでもあるの？それとも便所に行きたいの？違う。でか女子が便所なんて汚い言葉を使うな。じゃあどうしても便所って言いたくなった時はどうすればいいんですか？お便所とでも言っとけ。うちらって、ノンキッズだよな。じゃあ、いざ、脱出。どうなるんでしょうか。この先、イベントを飛ばすこともできますが、いかがなさいますか。飛ばさず、そのまま見る。お、選択肢あたりも、選択肢なんてあんの。お、開いたか。ええ、鍵は開きましたよ。おお、鍵は開いたか。鍵は、って言い方なんだよ。鍵が開いたじゃねえのか？そうなんです。鍵は開いたのですか？え？扉が固定されていて開かないんです。まるでセメントで塗り固められたように。その通り。あなたたちが猫たちから逃げ回ってるうちにセメントで出口を固定したの。くそー。なんてことをしやがる。ここで待ち伏せていれば必ず来ると思っていたわ。だって、屋敷の出口ってここしかないもの。そこさえ封じてしまえば、あなたたちはもうここから出られない。猫たちの餌になるしか運命は残されていないってわけよ。出口を封じたって。んなことしたらお前もここから出られないだろ？そうね。でも、外へ出る必要なんてない。こうして出口を塞いでおけば、もう誰もこの屋敷から逃げ出さない。
誰一人猫運営。そしたら食料が尽きても調達できねえじゃん。猫と共に餓死するつもりか？それも素敵よね。猫たちまで。えみたいな。そしたら私たちずっとこの家にいられるわ。死んでもずっと一緒。家族水入らずでずーっと仲良く平和に暮らせるじゃない。むしろみんな一斉に死んだ方がいいと思うわ。だってそうしたら死別の悲しみをいちいち味合わなくて済むんだもの。それとも死んだらすぐに天国に連れて行かれるのかしら。そしたら天国でみんなと一緒に暮らせばいいわ。別にこの家にこだわってはいないもの。私はただ家族と一緒にいたいだけ。ずっと平和で仲良く、みんなと一緒に楽しく毎日を過ごしたいだけなの。狂ってる。おい、どうするよ。なんならいっそうちが出口ぶっ飛ばしてやろうか。そうすれば僕たちが脱出するための一時の解決にはなりますね。でも全ての解決には至らないと思います。ここで大猫と彼女をどうにかしなければ、彼女はまた餌の食材を集め続けるだけ。最悪大猫が野に放たれ、町の人々に喰らいかかるなんて可能性もありますよ。じゃあなんだ、ここでうちらは全部解決しやがれって言いたいのか。簡単に言ってくれるよな。うちら普通の高校生だぞ。伝説の勇者じゃあるまいし、万事解決できるとでも思ってんのか。一番普通からかけ離れているゆずはがそう言うなら、私たちは確実に無理だろうね。さっき大猫が野に放たれって言わなかった？何バカ言ってんのよ。私が家族をみすみす外へ逃がすとでも思ってんの？この子たちは私の家族なの。一匹たりとも逃しはしないわ。これからもずっと一緒、死んでもずっと一緒。ばあさんがうんたら言ってる白猫だって、食材のあんたたちだって逃がさないわよ。ふざけんな。え、何？ふざけんな。何が家族だ。勝手に俺たち作り出して、お前の妄想に付き合わされて、俺たちは完全に被害者じゃねえか。餌くれる人、お腹すいた。このまま一緒に餓死するんだ？天国で一緒に暮らすさ？叫んじゃねえ。これ以上お前に振り回されてたまるんかってんだ。ねえ、餌くれる人、お腹すいた。どうしたの？お前たち。お腹が空いて苛立っているの？なら、もうちょっと待ってて。お前のクソみたいな家族ごっこに付き合わされるのはもうゴリゴリなんだよ。餌くれないの？餌くれないならお前いらない。一人で、勝手に一人で死ね。地獄で鬼相手に家族ごっこの続きでもしてろ。そんな、どうして？はぁ。嘘。飼い主を食べるなんて。まだ足りない。もっと食べたい。トシマの肉は味が落ちるな。食うならやっぱり生きのいい若い肉に限る。本格的にまずいだろ、この状況。こうなったら、うちが一匹、ナオトとユキヒトとヤイコ三人がかりで一匹、大猫を仕留めるってのはどうだ？一対一ならうちは絶対負けねえし。ほら。三人寄れば文字の知恵って言うだろ。一匹だけならお前ら三人でどうにかなるって。文字の知恵と、知恵を得たとしても勝てる気はしないんだけど。血の匂いがすると思ったら、抜け駆けすんなよ。俺にも食わせろ。いっぱい集まってきた。やばい。うまそうな匂いがしたもんで、俺も、俺らも、俺をいただきに来ました。食い残しでいいから何か送りやす。ゆずは、俺たち三人で大猫一匹を仕留めるとして、残り全部の猫は、無理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 、さすがのうちも、影分身の術だけは取得してないんだ。影分身の術だけは取得してない。つまり他の術は取得しているのですね。静かに上げ足取るんじゃないよ。絶対絶命大ピンチってわけだが、どうするよ。
おお、やだやだ。ゆずはに扉を破壊させて逃げる。最初に提案したのも適任なのもうちだが、まがいもなくそれを命令するか。まあ別にいいんですけど。さあい。うふふ。必死になって走っているが、大猫はまだ追いかけてくる。それでも俺たちは大猫をどうにか巻くことができるよう走り続ける。もうしばらく走れば町へたどり着く。それでも大猫は洋室に、必要に俺たちを追う。ようやく町へ戻ってこられたが、大猫はまだついてきている。大猫の姿を見た町の人々はパニックになって俺たちのように逃げ惑う。誰かが食われた。ゆずはか、ゆきひとか、やいこか、それとも町の誰かか。体力限界なんてとっくに超えているが、それでも俺たちは必死に逃げることだけを考える。なのに大猫は途中で不運な通行人を喰らいつつも俺たちのことを諦めずに追いかける。息が苦しい、足が痛い、血生臭く気持ちが悪い。一層諦めて食われてしまった方が楽なんじゃないか。けれど、そんなことをする勇気もなく、無我夢中で走り続ける。背後からずっと大猫の気配が止まない。バッドエンド。終わらない追いかけっこ。ということで、スプリンクラー、錆びてるスプリンクラーをどうにかする方法と、双葉の鍵、宝箱を開けるのがわからないので、よかったら誰かヒントをください。お願いします。ということで、早いんですけど、今回はここで切りたいと思います。そしてありがとうございました。また、先に進めば次回、やっていきたいと思います。ちょっと、なので、間が空く場合もあるかもしれません。その時は、ちょっと、申し訳ありません。ということで、ここで、今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。